私がいます。もちろんだよ。ありがとう。花主と名乗ったあの少年は本当にベルベットの弟なのでしょうか。ベルベットを苦しめるために花主が見せた幻かもしれない。エレノアはそう思ってるの？はい。だってベルベットの目的は殺された弟の復讐でしょ。その思いの強さは今まで私たちが見てきた通りなのに、肝心の弟が実は生きていたなんてありえないと思います。カノヌシの力がどんなものかわからないけど、僕はきっと本物の弟だったと思う。メルキオールの幻覚にも耐えたベルベットがあんな風になっちゃったんだから。でも本物のラフィーがあんなことをしたなんて信じたくないけど。弟の体をよりしろにしてカノヌシが復活したという可能性があるのでは？わからないけど、それならベルベットはあんなに苦しまないんじゃないかな。そうですよね。カノヌシがベルベットの本物の弟、そう考えるのが一番断りに合う。でも残酷すぎます。十分警戒して臨まなくてね。そこだ、食らいつくせ。とどめ、ブレイクブースト。そこだ、食らいつくせ。双銀脚、とどめ、ブレイクブースト。そこだ、食らいつくせ。とどめ、ブレイクブースト。せ、そこよ。せ、そこよ。次、レーシングガンド。せ、そこだ、食らいつくせ。双銀脚、とどめ、ブレイクブースト。せ、そこよ。双銀脚、そこだ、食らいつくせ。双銀脚、やれやれね。覚悟はいい？せ、そこよ。我に解放せよ。万難廃止、祝福報じよ。ここは引きましょう。Thank you.
れは見て、もししっかりしてください。すぐ人を呼んで。いいのです、もう疲れた。旅をしてこられたのですか。10年死に後を託されたのに何もなせなかった。10年もなんて弱い翼だから、もういいんだ。そうですね、そんなに働いたなら少し休まないと。ちょうどウリボアの肉が手に入ったんです。夕食はお鍋なんですけど、ご一緒にいかがですか。あ、いや、私は今はリンゴしかありませんが、どうぞ。お腹がいっぱいになればきっと立ち上がる元気が出ますわ。あなたの体は生きるぞって言ってるんですもの。恥知らずな、生きる資格もないのに。資格がいるんですか、ただ生きることに。それは自然なことですよ。お腹が空くのも辛くて泣くことも。だって私たちは生きているんだから。生きている。お名前は。私はセリカ・クラウと申します。私はタイマシー・アルト、いや、アーサー、アーサーです。アルトリアーサー。何なんだ今のは。六郎、アイゼン、あなたたちにも見えたのですね。ああ、アルトリウスがアーサーと呼ばれてた。大地の記憶というやつだろう。地脈には地上で起こった出来事が写し絵のように記録されていると聞いた。要するに昔の幻ってわけか。幻じゃない、あれは私の姉さんよ。セリカ姉さんも騙されてたのよ。え、そっか、だから私を監獄から出して。六郎、怪我は大丈夫なのですか。ああ、打たれ強いのが取り柄でな。俺よりもベルベットは大丈夫なのか。平気なわけがありません。カノヌシの正体が、あんな、ただ硬いだけじゃ不足の力を受けたら割れちまうってことか。本当の強さを見誤っていたのかもな。あいつも俺も他人の心配をしている場合でもないがな。ここは完全にカノヌシの領域に覆われている。奴の体内と言っていいだろう。うん、だから僕の力じゃ出られない。用心しろ。大地の記憶も奴が再生しているのかもしれん。奴らの狙いはベルベットだからな。ベルベットの中にある二つの汚れ。そうだ、それを逆手に取れば脱出の機がつかめるかもしれん。ベルベットを利用するっていうの？必要ならな。何にせよ進もうぜ。止まっていても拉致があかん。マギルーも探してやらんとかわいそうだしな。
さっき言ってた第一の記憶ってのは何なんだ？前にも話したが、地脈は大地を流れる自然の力だ。風が吹き、水が流れ、鳥が羽ばたき、草花が咲く。それら自然の営みは地脈にも伝わり痕跡を残す。痕跡は人の記憶のように大地に刻まれ、地脈の中に溜まり続けている。それが大地の記憶か。人間や精霊の行動も。大地の上で起こる全ての事象を自然と呼ぶ。当然人間も精霊もゴーマすらも自然の一部だ。では今こうして私たちが話していることも大地の記憶に刻まれているのですか？うん。俺が人知れず行った悪事も、お前が漏らした悪口も大地に見られている。そういうことだ。私は悪口なんて。ただの例え話だ。動揺するな。カノヌシは大地の記憶からベルベットに関係するものを呼び出して見せてるってこと？おそらくな。だから別の場所にいた六郎と俺も同じものを見たんだろう。大地を器とするカノヌシならではの芸当だ。聖主なんて名乗ってるくせに悪趣味な野郎だな。だが今のベルベットには効果的な攻撃だ。地脈を脱出するまであいつから目を離すなよ。うん。ベルベットの精神的ダメージは相当なものだな。はい、ギリギリで踏みとどまっていますが。今のところはな。今のところって言葉通りさ、言っただろ。硬いだけじゃ割れちまうって。このまま心を揺さぶられ続ければギリギリにも踏みとどまれなくなるだろう。私たちはどうすれば。割れるならそこまでのこと。目的の遂行を優先するまでだ。そんな、ベルベットを見捨てるっていうの？一時の同情で視界を曇らせば船が暗礁に乗り上げることだってある。そうかもしれないけど、あんなに苦しんでるのにあんまりだよ。ベルベットがアイゼンの立場でも同じことを言うと思うがな。六郎も同じように思うの？俺か？俺はまだベルベットに恩を返してない。それは必ず返す。けどな、あいつがこれからどうなっちまうのかは結局あいつ自身にしか決められないことだ。そうでしょうけど、なら僕も決めるよ。僕はベルベットを見捨てない。何があっても。そうか、お前がやりたいようにやれ。止めはせん。十分警戒して臨まなくては。覚悟はいい？双剣客、そこだ！食らい尽くせ！双剣客、とどめ！ブレイクブースト、そこだ！食らい尽くせ！とどめ！ブレイクブースト、せい！そこよ！双剣客、そこだ！食らい尽くせ！そこをどけ！とどめ！ブレイクブースト、容赦しない！消えない傷を刻んで果てろ！ディーゼルピン、せい！そこよ！そこだ！食らい尽くせ！全力で答えたが、
てないと思うけど。せっ、そこだ。食らいつくせ。手の肩、とどめ。ブレイクブースト。せっ、そこよ。ケメマキ、重ね替えろ。せっ、そこよ。遅い。せっ、邪魔、そこだ。食らいつくせ。衝撃脚、つむじ月下。とどめ、ラファティレイブン。せっ、そこだ。食らいつくせ。衝撃脚、つむじ月下。捕らえられまい。せっ、そこよ。衝撃脚、つむじ月下。せっ、とどめ、ラファティレイブン。そこだ、食らいつくせ。もう大丈夫。おかえりなさい、アーサー。ただいま、セリカ。家の周りの柵を補強しておいたよ。ありがとう、アーサー。最近野党の被害がひどいって村長さんたちが心配していたけど、これで安心ね。いや、もし野党がごまかしていたら、この程度では。え？何？心配いらないよ。大工仕事には自信があるんだ。ベルベットたちは？多分また岬よ。危ないって何回言っても聞かないんだから。ライフィセットがせがんだんだろう。大丈夫。ベルベットはしっかりした子だ。そうね。この子もあの子みたいに強く育ってくれるといいんだけど。喜んでくれる？決まってるだろう、世界にこんな幸せがあるなんて。しかし参ったな。こんなことならもっと高価なものを用意すべきだった。あなたが作ってくれたのね。君のために心を込めて。一生大切にするわ、今日の幸せの記念に。俺は約束の証にしよう。誓うよ、命に代えても君たちを守ると。アルトリウス様の過去。笑えるわね、あんな言葉は信じちゃって。全部嘘なのに、笑顔も誓い何もかも。さっきのはまだ開門の日以前のことか。うん、セリカさんがいてアルトリウスの腕もまだ怪我してなかった。タイマ氏の活動もしていないように見えたね。アバルにいた頃のアルトリウス様はあんなに優しく笑う方だったのですね。そんな男がタイマ氏に戻り、同志として世界を背負う覚悟を決めたのは。愛する妻を失ったからか。まあ、ほっといてもわかるさ。この調子ならそろそろ来るんじゃないか、その時ってやつが。その時。信じてたなんて本当に笑えるわ。
ルトリウスとセリカさんのことって今までベルベットが知らなかったことだよね。多分な。馴れ初めは二人きりの思い出のようだったからな。見たのは温かい家族の風景ばかりなのにすごく嫌な気分になった。私もです。これを見せているカヌヌシの狙いをはっきり感じました。ベルベットの心を逆なでするためだな。ベルベットはアルトリウス様のことが心から好きだったのだと思います。幸せだった過去と変わってしまった今を同時に突きつけられることがどんなに苦しいか。そうだろうな。ゴーマの俺には分かるんだ。ベルベットの境遇は過酷すぎて人間の私も想像するしかありませんよ。でも少しは分かる気がするんです。私もベルベットと同じあの方の教え子だから。アルトリウスはカノヌシの覚醒には二つの質の汚れが必要だと言った。アバルの幻覚、監獄島討伐の情報漏洩、そして弟の姿そのままのカノヌシの登場、全部それを手に入れるための仕込みだったとすれば腹をくくる必要がありそうだな。勝てないと思うんだ。せっそこや草原脚そこだ。くらいつくせ草原脚とどめブレイクブースト容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。ディーサルペインせっそこや草原脚そこだ。くらいつくせ邪魔つむじ結果せっそこや草原脚ライスとどめブやれやれね。ないと思うけど。そこや草原脚そこだ。食らい尽くせ草原脚とどめブレイクブーストそこだ。食らい尽くせ草原脚とどめブレイクブーストそこだ。食らい尽くせ草原脚つむじ結果とどめラファティレイブンそこだ。食らい尽くせ全力でこっ夜。ここはベルベットの村の。クソ、ごまかした野党がこんなに。セリカ、今助ける。無理よ、ベルベットたちと逃げて。バカを言うな。俺は行きたいんだ。君と俺たちの子と一緒に。しまっ。アーサー。セリカ。まずこんな なぜ俺はたった二人の家族すら守れない。よく分かっていよう、アルトリウス。人が弱く罪深いからだ。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ、そんな。よくあることだ。
人間が背負った業の断りは変えられん。だが、断りを整える手段は見つかった。領域、なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。なぜだ、なぜこんな残酷な縁が。どうやらカノヌシの復活は不完全のようだ。その原因を明らかにし、聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て！約束を守れなくてごめんよ。償いはする。今から俺は俺を捨てる。名もなき精霊よ、契約を交わしてもらうぞ。私は世界の痛みを止めなければならない。できるのか。我が友の理想を投げ捨てて逃げた貴様に。亡き使徒祭司の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名はアルトリウス・コールブランド、先代筆頭タイマシンフローディン・アスガードの意志と力を継ぐ者だ。よかろう。今宵の悲劇を救世の祝宴に変えてみせろ。今の精霊って僕覚えていないのですか。全然。精霊に転生したって言ってたぞ。つまりどういうことだ。死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に生まれ変わることを転生という。ライフィセットはアルトリウスの子供が転生して生まれたっていうのか。さっきの記憶が本物ならな。じゃあ一緒に生まれた女性の精霊は私の姉の転生ってことね。もうとっくに食らったけど。知らなかったからでしょ。知ってたわ。私はシアリーズの正体に気づいてた。ベルベットけど関係ない。だったら何。目的のためには何だって食らう。姉さんだって弟だって世界だって、それが私なのよ。この日が全ての始まりだったんだね。ああ、開門の日、カノヌシが半分復活してゴーマが見えるようになった理由だな。カノヌシの力でほとんどの精霊の意志が封じられた日でもある。アルトリウス様が世界を変えたいと願った背景にあんな悲劇があったなんて。村の人たちが野党にアルトリウス様たちを差し出したりしなければ。確かにひどいが珍しい話でもない。人間必要とあれば何でも切り捨てるものさ。集団のためっていう大義名分があればなおさらな。あの夜のことも多分ベルベットの一家が村の輪の一番外にいたってだけなんだろう。そ
そんな身勝手な理由で。人間はそういう身勝手な生き物だとお前も分かっているはずだ。だから今無意識に口にしたんじゃないのか。アルトリウスの願いは人間を救うことではなく世界を変えることだと。それはお前を責めてるわけじゃない。ただの事実だ。あの夜の最大の悲劇は世界を変える力を持った男が人間の限界を見限ったことなのかもしれんな。救世主アルトリウスは人間に絶望したってこと。勝てないと思うけど。正直に言うか。番長果てよ。冷蔵クーテン。見切れるか。冷蔵クーテン。熱震えよ。好きにさせん。どっちだ。アイゼン、死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に転生するって言ったよな。そのきっかけってのはポンポン起こるようなものなのか。わからんとしか言えん。人が精霊に転生した事実はあるが、その原理は解明されていない。霊能力の高い人間が転生しやすい傾向はあるが、生まれ変わりの方法が確立しているわけじゃない。つまりはそう簡単に起こるものでも起こせるものでもないってことだよな。普通なら。でもベルベットのお姉さんはシアリーズに、お腹の子供はライフセットに転生した。どうしたらこんな偶然が起こるのです。偶然ではないのかもしれん。二人の死は火の夜カノ主の生贄儀式に絡んで起こったものだからな。つまりカノ主の意志が関わっていると。あくまで状況からの推測だ。いかに聖主とはいえ、人や精霊の生死を自由に操れはしないはずだ。偶然じゃなくて因縁なのかもしれないぜ。ベルベットはシアリーズを喰らったと言っていた。自分のお姉さんだった精霊を、そんなひどい因縁があるって言うんですか。すまん、嫌な言い方をしちまったか。だがいいも悪いも誰かの意志も関係なくつながっちまうのが因縁ってもんじゃないか。そうですね。でもこんなのって。落ち着けエレノア。事実を知って一番動揺しているのはベルベットとライフセットだ。こんな時こそあいつらに一番近いお前が見守ってやれ。はい、私が冷静にならないとですね。地脈の裂け目だ。外に出られるかもしれんぞ。アーサー兄さん、二人きりで話したいことがあるんだ。火の夜に強い霊能力を持った汚れなき魂を二つ生贄に捧げること。そう、それがカノ主復活の儀式だ。俺の本を読んだんだな。古代語が全部わかったわけじゃないけど、
兄さんが書いた注釈には、カノヌシが復活すればゴーマのいない世界が作れるって。7年前、強い霊能力を持った魂が生まれる前の私の息子が生贄となった。今カノヌシは半分だけ復活している。だからみんなの霊能力が強まってゴーマが見えるようになったんだね。それが開門の日の正体だ。じゃあもう一人生贄を捧げれば、カノヌシは完全に復活する。その力で多くのタイマシも揃うだろう。もうすぐまた火の夜が来るね、アーサー兄さん。ライフセット、僕なら生贄になれる。お前はなぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？鳥は飛ばなきゃならないんだ。だって空を飛べる翼を持ってるんだから。僕にだって弱いけど翼がある。だから今飛ばなきゃダメなんだ。次の次の日の夜は3年後、その時僕は生きていない。ライフセット、お前は12歳病。それが僕の病気だから。やはり知っていたんだな。病気は怖くない。でも僕は守られただけで死ぬなんて絶対に嫌だ。お前の意志こそ翼、強い翼だ。ふざけるな。このことはお姉ちゃんには黙っててね。約束だ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。何が意志だ、翼だ。よくもよくも二人して私を裏切ったな。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。あんたなら兄さんに負けない大魔神になれるかもね。黙れ。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あの子のライフセットの仇を討つ。ライフセットはもっと痛かった。なのに私は何もできなくてごめん。ごめんね。黙れ。こんな嘘を、よくも全部全部あいつらの嘘だ。なのに私は死ね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 。邪魔するな、醜い化け物が。なんだこいつは。
何回も待ちに合ってる。何だっていい、私が食らい殺す。とどめ、スカーレットエッジ。どの方重ねかけろ。遅延連脚豪華剣乱。しまった。なんと、どの方遅延連脚。魔王演劇派遅延連脚。まっ、しまった。ガノカタ飛燕連脚魔王演劇派。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草つむじ月下。飛燕連脚スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草つむじ月下。飛燕連脚飛燕連脚水蛇草縁が昇竜脚水蛇草魔王演劇派。そこだ、食らい尽くす。飛燕連脚魔王演劇派。とどめ、スカーレットエッジ。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ、リーサルペイン。そこだ、食らい尽くす。とどめ、スカーレットエッジ。飛燕、こんなとこころで、こんな屈辱。どの方飛燕連脚。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草とどめ、スカーレットエッジ。つむじ月下ボイドラグ飛燕連脚。まっ、しまった。元素集いて万丈果てよ。飛燕連脚魔王演劇派水蛇草つむじ月下。飛燕連脚ファストエイド。飛燕連脚縁が昇竜脚水蛇草。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派ファストエイド水蛇草ヒートレッド。つむじ月下とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。ファストエイド飛燕連脚。飛燕連脚飛燕連脚魔王演劇派水蛇草。とどめ、スカーレットエッジ。決めます、重ねかけろ。豪華剣乱祝福報じよ。飛燕連脚一の方重ねかけろ。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草好きにさせる。スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。飛燕連脚一の方。飛燕連脚誰も飛燕連脚ホーガチュウ。とどめ、スカーレットエッジ。助かる。連なれ真空霊槍十円。飛燕連脚魔王演劇派霊槍空戦。飛燕連脚魔王演劇派。飛燕連脚光よ集いて癒せ。飛燕連脚霊槍空戦。どこで剣乱せい決め巻き。そこだ、食らい尽くす。とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草つむじ月下。飛燕連脚スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草つむじ月下。飛燕連脚とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派水蛇草つむじ月下。一の方とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。飛燕連脚飛燕連脚。そこだ、切り裂く。魔王演劇派水蛇草とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。一の方水蛇草縁が昇竜脚縁が昇竜脚。とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。好きにさせん。飛燕連脚決めば封じ光る水蛇草とどめ、スカーレットエッジ。そこだ、食らい尽くす。ホーガチュウとどめ、スカーレットエッジ。重ねかけろ。飛燕連脚一の方そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派決めば重ねかけろ。飛燕連脚そこだ、切り裂く。誰も魔王演劇派水蛇草とどめ、スカーレットエッジ。豪華剣乱飛燕連脚そこだ、食らい尽くす。魔王演劇派重ねかけろ。ガノカタつむじ月下深くおっとカーレットエッジ。飛燕連脚魔王演劇派そこだ、食らい尽くす。飛燕連脚魔王演劇派水蛇草つむじ月下。
とどめ、スカーレットエッジ、そこだ、食らい尽くす。機影電極、水蛇刀、魔王演劇波、炎河蒸留極、魔王演劇波、とどめ、スカーレットエッジ、そこだ、食らい尽くす。水蛇刀、とどめ、スカーレットエッジ、機影電極、そこだ、食らい尽くす。魔王演劇波、水蛇刀、とどめ、スカーレットエッジ、容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーサルペイン。ケメマル、重ねかけろ。飛炎連脚、そこだ、くらいつく。重ねかけろ。魔王演劇波、そこだ、貫け。ダークネスハング、魔王演劇波、飛炎連脚、魔王演劇波、そこだ、貫け。ケメマキ、フジ4の豪華飛炎連脚、ホーガチュン、とどめ、スカーレットエッジ、飛炎